ちゃうまい人探してとりあえず、うまい人探してうまい人明らかにうまい人一さん、どこ一さん、いやいや、綺麗な漫画のあれ明日もちょっとあの綺麗どうですか。そうっすね、まあ、ちょっとワイドっすね。すみません、今日サービスさ最初はサービス 僕ホイールしか見ないんですけどホイールも後でやろうかな、はい、あれここはねここはちょっとあ頼みますね。あれ、よしこさん早かな、ワンタン。あ、今のおお、あ、取っときゃよかったな最終調整で来週からしちゃう、はい、ちょっと先輩久々のそうなんですよ、ね、ゼッケン着るんで、はい、お久しぶり。お久しぶりです。どうも。今着いた問題ない問題ない。お疲れ様です。カメラマン、どうもよろしくお願いします。噂のどうもです。レジェンド牛久しぶり。レジェンド牛久しぶり。私はレジェンド牛さん今度久々にあの大会に出るってことでね、またサーフィン一生懸命やっててあの田中いつきプロにも今ちょっとコーチング受けてる感じですね。すごい豪華なこの絵ですよ。これは隣で立って横捨てってあのワンタンのアプローチで今度見してよまだ下手くそだな。いやいやいや、ちょっとバシーンって当てるの見せたかったんだけど、ね、基本あのバシーンってやられたらちょっともうプライド出さなきゃいけないんでプライド出てもらわないといけなくなっちゃうはい、どうもさあ、こんなんで喜んでもらえるんであれば、ナイスダブルだよ。全部点数乗ったやつ。もう2ヶ月前ぐらいから言われてんだけど。あ、そうなんだ。なかなかテレビに行けなかったんで。あ、シニアはダブルバンクって言ったよな。忙しい。今日だけね、違うの、今日だけね、ちょっと重なっちゃいまして、明日自分が出ちゃうから今日まとめちゃった。あ、そっかそっか、そうだ。ちょっと待って、一回忙しい、もう今日だけだ。すいません、すごいでしょもうね、なんだろう、太陽のような人なんでね、サーフィン界の太陽すごい、ね、もうポジティブが歩いてる感じ。元気もらえますね。そう、もうね、疲れた時会うとめっちゃ元気になるすごい人ね、大沢さん。あ、もう本当元気ですね。この人はすごいもう一回写真撮りたいな。もう一回写真撮っていい、はい、一瞬日差しもう一回ちょっといい。そのまま来るの。そのまま、はい、大変申し訳ないです。大変申し訳ないです。じゃあ、写真でいきます。はい、チーズ。ああ、私です。終了？終了のお知らせです。終了？お知らせです。はい。でも、ワンタンのダウンロード。集中限界でした。限界でした。はい、ごめん。ヤドルどうでした？いつも上げてるのに上げてるんだけど。最終調整。今日は一番良かったです。お、来た。はい。ちょっと足痛めてたんですけど。納得のライディング。納得というか、普通に乗れました、ね。はい、ずっといつも足で突っ張っちゃってたんですけど、だから今日ちょっと安心した。安心した。安心した。そう、ずっとはもう、体いろんなことばっかりずっとしてて、これだ、これだ、マッサージしたりとか、そんな毎日でした。もう30分とか、ほんと30分だけサーフィンとか、これ大事です。いいイメージもあります。すいません。今日ちょっとほっとしました。もう、よかったです。3年ぶりぐらいほっとしました。3年ぶりぐらいじゃあちょっと大会期待してみますか。アメマを楽しみにしてて。期待しない。期待しないです。はい。いつもごめん。何も期待しない。もう何も期待しないです。ノープレッシャーで見ようみたいな。はい。今年結果出てない。
ゃん、ノープレッシャーで選手入ってる、そうそう入ってるよね。そしたらこれ戻したい。梅さんには本当にスタート出やすぎる。いや、いや多分いいもう、もう、はい、もういけるんじゃない、うん、ショートボードを乗るんだったらこのぐらい、そう、ね、多分ぴったりじゃねえかなと思うんだよな。どれぐらい今の今の何、今ほらコーナーのこれ5、あ、6-5ハーフいいかもしれない、これ今度乗りに来る、お買い上げで、はい、真面目にだいぶ相談に乗れる数字で言っといたけど、はい、多分去年だとまだ乗れなかったこれ今だと。おばちゃんがもうだいぶ薄い板を乗れるようになってきて、まあ一応これショートっちゃショートだよね、この体格だったら、はい、ショートですね、ショートですよね、はい、じゃあ今度やりに来る、はい、ぜひぜひ、あ、てか本当今度さ改めてもちろんです、ぜひ今日は、はい、ね、本当申し訳ないです、また渡しちゃったんで、全然そんな違う、俺が時間変えちゃったんだ、申し訳ない、いいっすねこれ分かるようになってきたから、ね、これで、これ持っただけで絶対いいと思う、秀吉がこんな早く上がってくるから、よし、やる気だな、ちょっとやる気ですよね、1時間ぐらいいるから一緒に入りましょうよって、うん、やる気だな、あれでも、いいね、なんか感じ良かったみたいだから、最終調整あれなんか楽しいんですよ、いや結構緊張するわ、とりあえずはでも何、肩のさ、引っかかりがあったんだっけ、ね、鍵盤がちょっと切れてたわ、切れてた、何ミリか、うん、でこれがちょっと痛かったな。でもこれが治って、受け立てできて、パンチができる。そうなんですよ。パンチができて。こっから行ったから。こっから行ったから。バレちゃうよね。バブルと一緒ですね、パンチ。殴りながらね。あ、殴りながら。すごいですよ。いやいやいや、本当に。皆様の、アベマでやりますんで。あ、はい、いつでしょうか、先輩の電話。出番は、JPSA の最終戦が11月15から17なんですけど、いつやるかは教えてくれないです、まだ本当になんかくじ引きでなはい、日にちはまだね、波の状況に合わせて選手のツアーを優先に、おまけスタイル、おまけスタイル、おまけスタイル、なので皆さんね、ぜひちょっとアベマはがっつり見ておいてください、はい、急に出てきますんで、多分50歳でもね、一緒にやる人たちも50オーバーの方の同級生とかねはい、そうなんです、いわゆるシニアクラスっていうところで45から59までのキャパの方たち、うん、癖悪いっすよ濃いメンバーがねすよこれは楽しみだな、はい、まあ歴史があってね、今があると思うんでね、頑張っていきたいなと思いますけど、ね、いや楽しいですよ、ありがとうございます、まあアベマでチェックしとかないとみんな、アベマ見ようアディオース、アディオースやばい、あやっぱ打ち越した元気だ、パワーすごいよ、すごいですね、ポジティブパワーが半端じゃない、はい、元気になりますね、こっちもあ、はい、入れます、入れます、あ、何ジュウさんいない、あれあれ、海って言ってやってます、はい、あ、そういうことです、2時間ぐらい、はい、あ、わかりました、はい、なるほどなかなかタイミング今日ダメだな海もそうだし、まあ大事には立てないのかと思ってたらいきなり、もう相手が倒れたんですね、ちょっと取ってきます、待って、はい、大丈夫です、